信できるの？もしかして僕も？じゃあ早速ここで無視。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。すがすがしい朝だね。宿舎が学校の目の前だったらあと10分は寝れるのにな。おはようございます。おはよう。朝の10分って大きいよね。そうそう、あと10分あればエンラ先生とチューできたのに。どういうこと？多分夢の話だと思うよ。あ、そういうことね。おはよう。なんだか私の言ってることに答えてくれたような気分になったわ今。いいね、ああいうなんか外の庭でああやってコーヒータイムというか楽しめるの。ビリビリバッテリー投稿完了。あ、87いいねもらったんや。あ、全部あっこに累計されていくんやね。ふぅ、授業か。というわけで以上。その辺の適当な言葉は全然あれに書かれてある通りじゃないんや。こういう学園系アニメとかでよくある、なんか周り全員黒髪茶髪なのに、主要キャラだけ髪色がめちゃくちゃ派手っていうのがすごく気になるよね、昔から。YSP クラブ昔から。なんか無駄に広いね。その辺なんか、ボードゲームみたいなの置けそうじゃない、うん、僕らはこれから YSP クラブとして、すごくなんか、ね、サッカーゲームとか置きたい。熱盛をしてるからか。あと一人ぐらい部員入りそうじゃない？ 4 つ席があるよ。メラもやろうぜ。開会決。いやいや、乗るな乗るな。そういうキャラじゃないね。兄貴、何の無茶ぶりっすか？そこはクールでいいと思う。あ、そっか、もう一人マタロウさんおったっけ？存在忘れてた。同好会結成の第一歩だ。どこにいるの？廊下今。あ、来た来た。ことはこの4人でやっていくってことか。あれ？なんでここにいるの？え？部室だからじゃないの？マタロウも YSP クラブに入りたいんだな。違うよ、ここって特撮ヒーロー同好会の部室だよね。マジで？じゃあ他のその部員もいるの？特撮ヒーロー同好会の。そういえば小さいクラブは部室が相部屋になったりする時もあるらしいね。やっぱあれな、400以上とかあるって言ったよね、クラブ。そんだけの部屋はまあないか。絶対嫌やん、そんな。つまり僕の特撮ヒーロー同好会とチンペイくんたち YSP クラブは、同じこの部屋の部室ってこと？特撮ヒーロー同好会か。そっちもいいな。じゃあ俺もそっちにする。そういう適当な。本当？チンペイくんも入る？特撮ヒーロー同好会。マタロウくん的には大歓迎よね、そこは。変身できるし。ダメだよ、チンペイくん。僕らは YSP 基準合格者だよ。あ、もうすごくなんかマタロウくんが、なんていうん、省かれているか。YSP クラブとして、ちゃんと活動しないと。でも特撮ヒーロー同好会も捨てがたいじゃん。でも自分もいろんな部活に入れるんかな。だとしたら楽しそう。そういえば、確かこの学園にはクラブ同士が協力し合う制度があったよ。何それ。あ、なんか知ってる。同盟誓約書を交わせばフレンドクラブとして、ややこしそうだな。活動の情報交換したり助け合ったりできるんだ。へえ。クラブ同盟リストってやつだね。クラブ同士のフレンドリスト的なものかな。そんなことして何の得があるんだよ。これはやっぱり近しい部活同士が同じ部室とかになってそういう誓約書を交わすってことかな。そのクラブが持つ特殊な技能を受け継いで自分たちの力にできるみたいだね。クラブ同盟について、 Y 学園には YSP クラブ以外にもたくさんのクラブがあり、同盟を組むことができます。同盟を組むといろいろな強さがアップしたり、さまざまなサポートをしてくれたりします。それは、あ、同盟を組む数はいくつでもいいので積極的に部長に話しかけて同盟を組みましょう。めっちゃいいやん、いくつでもいいって。じゃあそれ全部やったって損することは何もないやろ、多分。同盟を組む時にはワイドロップが必要になります。いいねをたくさん集めてワイドロップを手に入れましょう。お、ここでなんかいいねの活用法が。部長と待ち合わせしたい時にはメニューの中のクラブから連絡して待ち合わせすることもできますよ。そんなことが。じゃあ自分から出向いたり、たまたま見かけたりとかせんでも全然いけるんや。な
んか知らないけど面白そう。ほう、ここはもう同盟結成したってこと。太郎くん、切り替え早。YSP クラブと特撮ヒーロー同好会は同盟を結んだ。あ、この子が部員？そっちの YSP クラブってこちらですか？え、こっちに入る YSP 基準の子入部希望ですか？あ、君はやっぱり可愛い。もしかしてオカルト好きなんですか？鈴木姫みたいな子。そういえば名前まだ知らんかったな。え、ここって YSP クラブですよね？もうすでに知られている。つまり夢見る少女のパワードスーツクラブですよね？どういう夢見る少女のまでは、まあ100歩譲ってあれとして、のパワードスーツってなんだ？ちょっとよくわからないんだけども。え、何それ。よくぞ夢見る少女のパワードスーツクラブへ。そしてそこでどういう活動をすると思ってやってきたんだ？そこ嘘つかない。あれ、私なんか間違ってる？全体的に、まあ、いいの。しかも姫川吹雪、吹雪姫や。やっぱり私は姫川吹雪、いわゆる理系女子ってやつでしょうか。メカのことが好き。 あれよね、発明なんかも好き。靴に仕込んどる、なんていうの、女子が着るパワードスーツ、エンジンというか、パーフェクト。あれで飛び寄ったよね、なんか。よろしくね。てかここに来てさ、 YSP クラブですか、夢見る少女何のパワードスーツやと思ってきて、男しかおらんっていう時点でなんか察した方がいいんじゃ。かわいい子と同じクラブか。同じクラブではないよね、同盟を組んだだけだ。掛け持ちも許可されてるし、マタロウ君は YSP クラブにも登録ってことでいいね。掛け持ちも OK なのか。まあ部室も一緒やしね、同盟も組んどるし。待って、あ、いや、はい、お願いします。何も問題はないやろ。お、先生か。あれ、エルラ先生からだ。 YSP クラブは全員学園長室に来いって。ほうほう。何、いきなりさっきの早弁がバレたのか。そんなことで別にそこまで怒られんやろ、呼び出されてまで。学園長から。いや、わからんけど。いきなり呼び出したと。早弁とか。さすが兄貴だ。ドラマとか漫画の世界でしか見たことないけん、実際どうなるかわからんけど。褒めるとこなの。じゃあ早速行ってみようぜ。学園長、首を洗って待ってろよ。学園長ってあの、エンマ大王みたいなやつやろ。怖っ。超巨大な。赤いドアのエレベーターから学園長室に行こう。首を洗って待ってろよ。学園長を倒さないでね、ジンペイくん。テンション高いね、こっち。ジンペイくん、エレベーターに乗れば学園長室は近いみたい。上なのね。よっしゃ。え、どここれ。エレベーターに乗り込め。どこ、こっち。隠れてないで出てこい。エレベーターこれか、ジンペイ。はい、学園長室。あ、そういうことね。ここ5階なんや。くん、まだ倒す気満々だね。すごい、なんか綺麗場所ね、かっこいい。つけてやるぞ。ここ学園長室ね。そんな時なかったでしょ。蹴り開けるなよ、おい。広。やば、めっちゃ広いやん。何それ、拾っていい？よいしょ。ウキウキウッドをゲット。他にも何かないかな。あ、なんか Y って形しとる机。ショップ？こんなところにショップがあるんすか？あ、回転できた。これ？何これ？銅像やない。これもなんか、ウキウキウッド。ここからも出られるの？早く話しかけろやって感じやけど。はい。今日来てもらったのは他でもない。能力テストをパスした君たちに、学園最大の一大事を解決してもらいたい。何？この間のが最大の一大事ではないの？はーい、学園長。軽。そんな一大事なら、びっくりした。なんで新入生の俺たちに？なるほど、引き受けたんかと思った。これは特別な存在である。あなたたちにしかできないことも。まあね、一生徒って言っても、特別能力みたいなのあるけんね。特別な存在。そうか。YSP 能力者じゃないと解決できない問題ということだな。じゃあ、太郎くんは関係ないね。
僕違う、なんでここに立ってるのかな。クラブに入ったからだね。あ、でも吹雪さんも違う。ほんとよ、ここは面白い。そういうことなら話は別だ。詳しく聞かせてくれよ、学園長。なんだなんだ、さて、君たちには最大の一大事、愛する娘エマを救ってもらいたいのだ。何、さらわれたの。エマの全身、エマの全身、エマ、エマ歌うな。あのミラーボールは一体どこからやってくる。ああ、吹き飛ばされた、ひどい。今から娘を救いに行こうというのに身軽だね。そしてどこから帰ってきたんだ。実はエマは悪霊に取り憑かれておってな。はあ、そういうこと。断るごとに私を殺そうとするのだ。へえ、気が休まらない。俺たちにその悪霊を退治しろってか。この悪霊を追い払うには心霊的妖怪的な力を持つ者が必要なのだ。まあ悪霊やしね。そこで私は YSP 能力者、つまり妖怪スペシャルパワーを持つ君たちをスカウトさせたというわけだ。なるほど。つっても変身できるのは兄貴だけだろう。これがあればどう？これって陣平くんと同じ。二人に渡したってことは二人も変身できるように。そう、 YSP ウォッチ。おお、すごい。これであなたたちも変身できるわ。あっちの二人は、コマとメラが YSP ウォッチを受け取った。おお、でもコマさんもさ、別にメダルなくない？もしかしてメラはね、一応おるけど。じゃあ早速ここで試して。今ここ、つら、あなたたちの変身見せてちょうだい。この3人だけってこと？マジかよ。変身とか俺にもできんのか？あの人が乗り移るん？なんか嫌じゃない？あ、ずるいぞメラ。変身俺もやるからエンラ先生見てて。そこ対抗するところなの？でさ、ふぶきちゃんは話についてこれてるの？なんかよくわからんが、まだ見てないよね、変身とかそういうのも。静止ぐろ、俺様のお呼びだ。シシグロ、ここに。今まで一緒におって普通に話を二人手が乗り移るってなんか気持ち悪くない？感覚的に。ポーズがあるんやね、ちゃんと。おー、すごい。なんか一人一人違う感じ。本当にスーパー戦隊だね。え、これマジでライオン丸みたいな感じや。暴れてーごめん。なんかもうちょっとかっこよくなるかと思ったのにな。王道だよね。なんかな、元の人間の方がかっこいいよ。次はコマくん変身してもらえるかしら。なんかすごいでかいね。コマさんは可愛くなるんじゃない？コマくんも変身できるの？ってことはコマくんの音量が、この音量は何なの、誰なの？実はいるんだよね。なんで隠してた？俺聞いてないぞ。コマくんに音量がいたなんて。その二人は。ごめん、隠してたわけじゃないんだけど、何なのかよく分かってなくて。なになに、どんなの？コマジロ、君がいないと困るんだ。コマジロ、コマジロ的な。うわ、コマさんとコマジロやん。くむくむくむ。かわいい。なに、犬じゃないんや。アルマジロってこと？ほんとや、アルマジロ、コマジロ。へえ。かわいいけど防御力が高いから。これがコマくんの音量か。それじゃあやってみるね。いくよ、コマジロ。どうなるの、どうなるの。怒涛の2連続変身、上がる。変身シーンすごく好き、私も。みんなポーズも違うんやね、ちゃんと。かわいい。ちょっとやる気なさげな顔もかわいい。すげえロボチック。思っとったんと違う、可愛くない。地球は青かった。宇宙飛行士。ひょー、 SF チックなヒーロー来たー。メカ
っぽくていい感じじゃない。主人公以外かっこよくないよね。ねえ、二人とも問題なさそうね。色味は結構好きやけどな。こっちの二人は、もしかして次は僕が。マタロウ君とフブキさんは三人をサポートしてくれるかしら。ですよね。僕が変身なんかできるわけないか。でもほらちょうど5人でさ、よくありそうな感じやん。でなんかあと遅れてくるヒーローが1人とか。頑張ろうね、マタロウくん。おる感じ。シルバーみたいな。うん。つい答えちゃったよ。それじゃ、ふぶきちゃんはあっという間に受け入れるんやね、なんか。コマサンダユがリトルコマンダーに変身できるようになった。ライドウメラが獅子王に変身できるようになった。ね、向こうのテーブルのさ、真ん中にある穴、何あれ？気になるんやけど。では、YSP クラブよ。愛しのエマをどうか助け出してくれ。お、頑張ります。ドーンと任せとけって。これでこれからは3人を切り替えながら戦っていくってことかな。そのエマはどこにいるんだ？こら、娘を気安く呼び捨てにするな。呼び捨てダメか。エマはエマだろ。エマ、エマ。すごいね、めげんね。あ、来た、ほら。いやー、かましい。でもほら、頼む側なんやけん、もっと低姿勢で。とにかく、今のエマは危険なのだ。今のエマ、なんかいいね。私は心を鬼にして、エマを剣の塔に閉じ込めておる。ほう、なんか悲劇のお姫様って感じ。あー、エマよ、許しておくれ。かわいい、なんかあの頭抱えて振り寄るの。家族に会えないなんて、悪霊め、許せねえ。いいね、なんか性格いいよね、すごく。そうじゃ。家族思い。一刻も早く助けるため、もうなりふり構ってはおられんのだ。学園長の権限で、君たちにこれを託す。なになに？特撮ヒーロー同好会の求人ボードを手に入れた。特撮ヒーロー同好会の？ YSP クラブではなく、求人。ほうほう、人を集めることができる。あ、要はサポート役をってこと？何？チアリーディング部の求人ボードを手に入れた？代表長の前。チアリーディング部？サッカー部の求人ボードを手に入れた。代表シュート颯。お、何？なんかすごそうなもん。YSP は？これは、学園の各組織が欲する人材を探し、紹介することができる求人ボードじゃ。これを使えば学園の各組織の力を自分たちの力にすることができる。なってくれるってこと？そんなものを僕たちが持ってていいんですか？いまいちよく分かってないんだけど。愛するエマが苦しんでおるのじゃ。学園全体が動かずしてどうする？学園の全組織を総動員してでも必ずエマを救うのだ。すごいな。すごいな、なんか。そこまで？素子面？素子面を集め学園ランクを上げよう。生徒会や部活などの組織は常に新たな組織メンバー、通称素子面を大募集しています。各組織のトップからもらえる求人ボードを活用し、彼らに素子面を紹介してあげましょう。ほう。なるほど。そんなに募集せんといかんぐらいサッカー部とかチアリーディング部って人おらんの。人気ありそうやけどな。素子面候補である生徒に話しかけると、彼らの生徒カードをもらえます。生徒カードをメインメニューから求人ボードにセットすることで、素子面を組織に所属させることができます。え？それは、自分たちから希望しとるってこと？じゃないと勝手に部活に入れられても困るよね。素子面を組織に所属させると、組織ランクが上がり、それに連動し、学園ランクも上がっていきます。これらを上げると学園が活気づき、良い効果が得られますので、積極的に上げていきましょう。組織のトップや部長に認められれば、他の組織の求人ボードも入手できるぞ。そういうことってさ、なんかその何？学園の経営者陣がやることではないの？違うの？求められる人材を集めれば、組織は活性化し、その部の個性のオーラを自分たちの力にできるのだ。オーラ？そんなことができるのも YSP の力。覚えておいて。よっしゃ、そんじゃ行くか。悪霊をぶちのめしてエマを助け出すぞ。またラップが出るかと思ったけど違うのか。ああ、
ンに切るぞ YSP クラブ。学園最大のエマージェンシー。シャレやな。フレンドマップ、メインメニューからフレンドマップを開くと生徒カードを詳しく見ることができます。名前や誕生日、好きな食べ物、その人をどこでよく見かけるかなどを確認できます。寿司麺を選んで探すマークをつけると、その寿司麺はその日確率に出会うことができます。生徒カードを何枚も入手すると、ランクゲージが上がり、ゲージマックスでその寿司麺のランクが上がります。生徒カードは直接本人からもらうの？落ちてるの？すでに生徒カードをもらっている寿司麺からフレンドマップで繋がっている寿司麺は、生徒カードをもらえる条件を見られるようになります。フレンドマップをうまく使ってみんなと仲良くなりましょう。もらえる条件ってことはやっぱ落ちするわけじゃないんだね。ミッションについて、Y 学園では毎日様々な事件が起こっています。その中の一つにミッションが存在します。ミッションは学園内にあるミッションポートや学園の生徒たちから受けることができます。ミッションをクリアすることで学園の生徒たちの悩み事や様々な依頼を解決していろいろな報酬を得ることができます。毎日のいいねでワイドロップをゲット。ワイドロップは本体時間の前日に集めた1000いいねごとに1個。前日の成果として他の報酬と一緒にもらえます。1日の切り替わりは午前6時です。1000いいね。全然届いてないやん。ワイドロップはワイドロップショップでアイテムと交換することができます。ワイドロップショップは学園長室や他にもあるようなので学園内を探してみてください。あれはなんなん？ショップって書いてるけど、なんか謎の扉が開くとか。あの銅像を触ると。ワイドロップは、銅像じゃないね、石像やね、あれ。ワイドロップは他にもクラブ同盟やパワーサイトの解放にも使えるので、たくさん集めましょう。剣の塔は、剣の塔に行ってエマを助けよう。の方にあるみたい。そうか。剣の塔って、やっぱツルツルしてんのか？これはもう開けたいよね。じゃあ、名前負けしてるってことだな。してないと思うよ。ないっすね。流れのままついてきちゃったかも。灰皿かもしかして。なんか不安だな。でも、ジンペイ君たちがいるし、なぜ蹴り開けるのか。誰君。あ、おお。さっきから何かと霊園出てきよった子。 YSP クラブ、これは君たちと友達になりたい。だからこれをあげるよ。で、扉のとこ怖いんやけど出てこれてない。港もたつきの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。求人ボード、求人ボード、求人ボード、これね。どこにセットしたらいい？なんかサッカー部っぽい見た目じゃない？ってことでサッカー部にしようっと。ここに、あ、ほらほら、サッカー部でいいんかな。ほら、体力が多いけん、まあ、うんうんうん。じゃあ、これで。オッケー。セットできた。ふぅ。この子、実は攻撃にも使えるんだから。どの子？行くわよ。スカイラブ。何、やめて。ジェットブーツキック。びっくりした、なんか飛ばされるんかと思った。あ、君たち求人ボードを持ってるんだよね。俺も力になるよ。近くにいる。ありがとう。ちょっとよくわからんけど。うん。これで降りればいいんよね。一階か。こんにちは、どうも。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか3人がね、変身できるようになったのはいいんだけども、主人公以外の2人、人兵以外の2人の変身後の姿が、全くもって思ってた感じじゃなくってちょっとがっかりなんだけども。もっとなんかね、スマートでかっこよくならないものかしら。個性なんかな。